こちら、サミさん公式の時間がやってまいりました。で、本日は来期の日、清水さん行ってみたいと思うんですが、特に括弧3番、形容詞に関して勘違いされている方いらっしゃいますので、皆さん最後までお聞きくださいね。サミさん、まずは括弧1番。この例文の来期の品種は何ですか？まあ、前置ですよね。さあ、後ろに名詞が一つだけでございますので、前置。うにゃうにゃのような。で、続いて皆さん、括弧2番でございます。これが公式問題集8のテスト2。それ38から40にあった例文でございます。で、この来期の働きは何詞ですか？そうです。見ての通り、SV ともなっておりますので、接続詞。で、どっちかっていうと、カッコ1番の方は有名かと思いますが、カッコ2番、接続詞の like。まあ、意味は、うにゃうにゃようなでいいんですけども、後ろ SV ともらいますよ。というところまで意識されている方、まあ、全員とはちょっと言えなさそうな感じがいたしますので、ご紹介いたしました。そして最後、カッコ3番。え、先生、like って形容詞ありましたよね。まあ、確かに辞書なんかには載ってるんですが、現在は使われてるかというとちょっとという感じでございますので、皆さんこれはもう頭の中から外していただいて OK です。まあ、さすがに皆さん動詞の like は有名すぎますけども、括弧1番前置、括弧2番接続詞、まずはこれを押さえていただけるとよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指で隠していただいて。で、丸1番から丸3番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。